みんな俺たちの家の近くにスーパーマーケットができたらしいよ。ということでね、早速みんなくまくんと一緒に、ね、あのスーパーマーケット行ってみたいなと思います。くまくん、コンコン開けるよ。くまくん、くまくんいる？あ、起きてる？くまくんどうしたの？ライオンくん、このウィンクっていうの難しいねでも自分のパソコンにウィンク画面ついてるじゃん。これ奇跡の一枚だよくまくん、これ奇跡の一枚だったんだ。うん、そんなことよりくまくん、なんだ？俺たちの家の近くにスーパーマーケットができたよ。ああ、本当？うん、早く見に行こう。行こう。じゃあくまくん買いに行ってみよう。それと俺たちの家もね、ちょっと変わったよね、ほら。だいぶ変わったよ。そう、くまくんが作ってくれて、あ、なんとこっちにね、公園もくまくんがね、作ってくれて、まあ、作ってくれたっていうか置いてくれたんよね。これ、うん、みんなで遊びたいからね。そう、こんな感じのいい感じのね、こう公園も作ったんで、よかったらみんなね遊びに来てね。よし、じゃあくまくん、ほら見て、前ライオンマートが追加されてない？ほら、これ道路だから気をつけてね、くまくん。了解。右左ちゃんと見て、車いないね。ライオンマート、こんにちは。なんかご飯売ってますか？お邪魔します。あれ、なんか何もなくない？何もないね。なんかトイレットペーパーばっかりだ。ほんとや、なんかトイレットペーパーしかない。なんで？ちょっと店員さんに聞こう。くまくん、これが店員さんのニャンシーちゃんです。俺の友達ないけど、ニャンシー、なんでこれご飯っていうか何も何一つないよ。これどうなってんの、ニャンシー？商品は全部壊れてしまったの。取り返してくれないかしら。くまくん、他のスーパーマーケットに全部奪われちゃったみたいよ。大変だ。これは許せない。俺たちのスーパーマーケットのものを盗んだ人たちがいるなんて。そ、取り返すんだ。許せない。くまくん、取り返しに行こう。今日は絶対に取り返す。ニャンシー待っててね、俺たち取り返しに来るから。さあ行こう、くまくん。行こう。ということでくまくんやってきたよ。なんかくまくん、えらくスリムになったね。黒のスーツも似合ってるね。こっちこっち。あ、こっちか、くまくん。僕はこっちだよ、ライオン。あ、そっちだったか。ごめんごめん。あ、いや、いつも通りのくまくんだ、これは。僕の方がかっこいいんだ。今日のあのくまくんスーツ、なんかこのワールドでは着れなかったよね。そうだね。まあたまにはいいでしょ。たまにはね、その格好も好きな人もいるかもしれないよ。じゃあくまくん、俺たちのスーパーマーケットの品を奪ったやつらから取り返しに行こう。取り返してやる。くまくん、やってきたよ。ピットストップ、ここがね、まず第一の俺たちのね、商品を盗んだ場所らしい。なんか暗くて怖くない？なんかちょっと怖いけど、俺たちもね、盗み返さないと。くまくん、にゃんしーちゃんのために。で、ここにちょっとね、ボックスがあるんで、このボックスを持ってこん中入って、さくまくん見つからないようにね、俺たちのものをね、奪い返しに行こう。来てるよ、誰か。なんか足音するよ。この店員さんにバレちゃダメよ、くまくん。絶対怖すぎる。すごくパワーがありそうだ。今のうちにここに取って、これでよしよし、これ取っていく。やばい、なんか人が来てる。人が来てる音がする。 あ、やばい、なんか襲われてる俺。あ、助けて、くまくん。ここの中入る。くまくん、どこ行った？やられた。くまくん、ライオンの勇姿が見えている。見守ってるよ、ライオン。くっそ、返せこのものも。全部全部奪ってやる。これ全部俺たちのもんだ。おれ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 。やばい、なんだ音がする。なんか来てる。怖いよ。どこ？敵はどこ？進めてみて。前、いるいる。前から来ている。よしよしよし。で、ここに戻すと、俺たちちゃんとお金になると。よしよしよし。これで17ドルゲットしたよ。一回戻ろう。俺はクマくん迎えに行ってくるよ。よし、クマくん。さあ、こっそり行くよ。次は絶対バレないように行こう。クマくん、じゃあ右側行って、俺左側行くみたいな感じにする？オッケー。あんまりね、取りすぎるとバレちゃうから、ちょっとずつ稼いでいこう。こっちにいる、クマくん。そっちで奪っても大丈夫。こっちにいるわ。いける？うん。あ、そっち行った、そっち行った、そっち行った。どっちどっち。そっち、くまくん、早く逃げた方がいいかも。最初に、いや今大丈夫、隅っこで周りを見ている。よし、俺全部20個。よし、取った。はい、帰ろう。来た。あ、ライオンだった。よし、僕も。やばい、くまくん、危ない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 。エクスキューズミーって言って追いかけてきた。ここでくまくん、ちゃんと下に置いて、よし、お金ゲットしたね。27ドル。いいよ。ライオンくん、僕が今おじちゃんを観察しているよ。あ、なんで？やばい、助けて助けて助けて。怖いよ、くまくん。目が合って。早く逃げないと。来てる来てる来てる。くまくん逃げて、危なくなったら。危ないよ。くまくん、この店怖いよ。くまくん、危なくなったら、あの奥にある従業員部屋、そこに書き込めば、あの子はもう追ってこないから、あの店長さんは。あ、従業員部屋があるの。そうそう、従業員部屋とか部屋があったら、部屋に隠れても全然いける。あ、足音が取る。ライオン、やばい、危ない。あ、やばい、こっち来た。大丈夫だ。ここに隠れればやっぱ大丈夫なんだ。やばい、くっそ、すごい来てる。くまくん、くまくん、俺の分まで取って。あの子なんかいっぱい商品。やっかい、やらやら、ありったけの夢をかき集
なんかそっち行ったかも。よし、やばい、ライオン、僕20箱マックスだ今。オッケーオッケー、じゃあ戻って。オッケー、俺もマックスだ。よし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 、40ドル、いいね。あと2往復で済ませたいね。確かに、やっぱマックスまで貯めると20、20もらえるんだな。そうだね、いっぱい。うわー、びっくりした、びっくりした。危ないな。よし、逆サイドだ。よし、一番離れたところに行こう。ここ、よし、じゃあ俺もさらに逆サイド。ここ、あら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 俺の目の前で今クマくんがいなくなってしまった。ライオンダメだ、あれ一度二人に追いかけられると扉全部閉まってる。え、あの従業員用ももう終わりなんだ、あれ二人見つかったら。えい、よしよし、マックスになった。とりあえずこれを使って、とりあえずは逃げる。オッケーオッケー、よしよしよし、もうちょっとなんだ。ダメだ、でも全然足りないよ。クマくん帰ってきて。そこにいるね。ちょっとね、撮りたいところにいるよ。クマくん何をしてるんだそこで。助けてはいよ。クマくん、じゃあここで外で俺に敵がどこにいるか随時教えてほしいかも。じゃあオッケー、で俺が盗もう。ダダ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 ダいる、大丈夫よ、大丈夫、まだ。あ、いた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 。クマくん、クマくんの嘘つけ、クマくんの嘘つけ。あ、危ない、怖かった。ライオンくん、僕も頑張るよ。スタッフルームの前にいます。え、やばい、そこやばい、そこやばい、スタッフルームの前俺がいる。あ、危ない。よし、これ全部じゃない、あれ取ったじゃない俺、違ったな。ポン、まだか。ちょっと、ま、周り見渡してくるね、クマくん。多分ね、あ、まだあったわ。どこにいる、クマくん今。待って待って待って、大丈夫かな。あ、クマくんの嘘つけ、裏切り者。あれ、クマくん見といてよ。ライオンくん向こうにいるよ。大丈夫、ライオンくん今一番右の列にいる。オッケー、大丈夫、まだいけるよ。俺たちのものを返せ。一番右の列にいるから、このコーラも全部俺たちのもんだ。あらら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 、よし、奪った。よし、大丈夫、まだ右の列にいるよ。あらららら、よしよし、これで一回出よう。右2列目に行きました。オッケー、フルで取ってきた。よし、あと20個、あと1回ぐらいでいける、クマくん。1回フルになればいける。今一番左の列にいます。オッケー、一番左ね。うん。オッケー、じゃあここの列は取れるかな。左から2番目の列に行きました。待って、やばいよ。走るよ。左から2番目を、左から2番目の。いる。ライオンさん、そっち行った。ここ俺のだ。俺の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 、全部俺の。俺のだ。スタッフルームに着きました。取った取った取った。全部1回。クリアだ、クマくん。帰ろう。よし、これで俺たちのものだ、全部。よし、クリアー。見たかー、見たかー。クマくん、なんだ、次は頑張ってよ。オッケー、次は別の場所も行こう。オッケー、次からね、ちょっとずつどんどん難しくなっていくからね、クマくん気をつけてね。心して行こうよ。じゃあ次、トレイマート行ってみよう。油断するな、ライオン。こっちのセリフだ、クマくん。よし、クマくん、トレイマートにやってきたよ。また怖そうな雰囲気だね。俺たちの商品ここにね、やっぱり盗まれたっぽいからね、どんどん取り返しに行かないと。ライオン2人ぐらいいるよ、敵。気をつけよう、クマくん。ってことは今回は絶対にクマくんの力も必要だから、頼むよ。しかも結構広いかも。左側からやっていこう。あ、本当だ、結構いるね。ライオンくん、これ何も持ってなかったら襲われないんだよね。そうだよ、何も持ってなかったら襲われないよ。えい、これは全部俺のものだ。いや、返せ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 。よしよし、待って、やばい、店員さんがいる、危ない。クマくん、なんか右腕に時間が出た。これ時間制限あるんじゃない今回。何、これ右腕になんかチクタクしてる。ほんとだ、近場からどんどん取っていくよ。あれ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 、これ全部俺のだ。やばい、来てる、やばい、危ない。ゆっくりでいいよ、クマくんは。まだ怖かったら、うん、超怖いよ。あー、ゆっくりでいい、ここ広いから。でも敵もね、結構ばらけてる。確かに逃げる道は多いね。いやー、知らない人が来たー。エクスキューズミー。 あーやばい、ライオン、やばい、追われてる俺。一回出よう。ライオン3人いるよこれ。てかめっちゃいる、めっちゃいる、やばい、入らない。あ、エマージェンシールーム入れない、クマくん。
くまくん頑張って。あれ、くまくん20分の0、1回でも商品を取りに行ったかい？1回だけ行ったよ。それ以上行けなくなっちゃった？それ以上怖くて行けてないんだ。じゃあもう1回クマくん頑張ろう。クマくんじゃあね、近場の方全部取っていいよ。俺が奥の方のやつ全部取っていくわ。気をつけて。分かった、任せて。エクスキューズミーって言ってるってことはもうクマくん、なんで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 俺の方来んの？なになに、クマくんが盗めば俺の方も来んのこれ？そういうこと？恐ろしすぎる。俺まだ何もしてないのに。とりあえず8個だけ取った。ちょっとでも取ったらもう戻るよ。そうだね、クマくんも安全第一に行こう。あらあらあら、これは全部俺たちのもんだ。返してもらう。ライオンマートに売り直さないと。よし、20分の20ゲットだ。よし、返してもらう。ほら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 、20分の11ゲット。よし、返してもらう。よしよしよし、あれナイスナイス、クマくん上手くなってるよ。やばい、うわ、逃げるよクマくん、逃げるよ。あ、早く、クマくん、何した？クマくん。あ、でもクマくん。なんだい？こっち来て。まだこ今大丈夫だ。これ取ってないから。ほら、ここ3つ固まってるよ今回。お、これチャンスじゃない？ちょ、これまだ取らずに奥の方から取っていこうじゃ。オッケー。難易度高いとこから潰していくってことね。そうそう。最初はだって、あ、場所を覚えるのがいいな最初。そういえば。確かに。あ、ここに1個ね。あ、一番奥の取るわじゃあ俺。オッケー。あ、でもここ意外とね、このトイレが近いから取れそうやけど。じゃあクマくんそこ取ってくれる？了解。これこれ、ここ、ここ20個取ってすぐトイレに逃げ切るわ。え、俺のとこ来た。クマくん今取ったっしょ。ちょっと待って、危ない。ちょっと待って、大丈夫大丈夫大丈夫。スタッフルームに入る。俺もスタッフルームに入った。よし、大丈夫大丈夫、クマくんお互いを信じるんだ。取れる、ここ。えい、返せ返せ返せ、全部俺のものだ。ライオンマートのものなのに。よし、取った。20分の20。よしよし、帰るよクマくん。やばい、スタッフルームに入る。危ない。ほら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 、ここ怖いな。うわ、ここ怖え。危ないよこれ。よしよし、取れた。よし、全部取った。ナイスクマくん、最高だ。やっぱり君は。よし、みんなクマに怖がって誰も来なかったよ。ライオンのうなり声を上げてやる。やばいやばいやばい、ライオン、まずいまずいか。ライオン、大丈夫大丈夫大丈夫、1個だけ取れた。よし、あ、え？あ、クマくん、ライオン、ライオン、どこ？こっちこっち、クマくん。あ、ライオン、棚に戻せ。 あ、クマくん忘れてない？俺たち攻撃できるんよ。忘れてた。攻撃するんだ、 F で。死んだ、クマくん。クマくんがいなくなってる。取り返しに行こう。俺たちこの F ボタンでピョンって投げて攻撃できるってことを忘れてはいけないよ。すっかり忘れかけてた。いや、俺のはすっかり忘れてたよ。ああ、普通に逃げてばっかりいた。今回こそクマくん頑張ろう、お互いにね。オッケー。あ、待って、クマくん、ここのじゃあ2つ最後にクマくん任せるね。近いから。オッケー。なるべく最初は2人とも奥の方から取りたい。いっせーので、取ろう。あら、よし。あらら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 ら、取った。あ、やばいやばいやばい、バレた。ちょっと一瞬出よう。ダメだ、俺もうダメだ。これで攻撃してみよう。えい、お、本当だ、取れた。攻撃できる。いけた？攻撃、あ、取れる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 。攻撃すごいできる。えい、よし。でもこれでどうすればいいんだ俺は。攻撃ずっとしてるけど。僕もだ。僕もだ。あー、クマくん、僕も倒した。いや、クマくんのせいで見えなかった、ダンボールが。おら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 。よし、20分の20取った。早く入り口いるよ今、入り口いるよ今。大丈夫、逃げればいける。あー、足足足足、あぶね。クマくん、これが俺の瞬足のライオンと呼ばれたことですよ。さすがだ、かっこよかったよライオン今の。そうでしょう。うわ、やばいやばい、バレた。大丈夫、おりゃ、攻撃して、とりあえず攻撃しよう。オッケー、これで巻いて、巻くしかない。いや、ダメだ、巻きたいのに巻けない。おりゃ、ダメか。おりゃ、よし、オッケー。くっそ、敵が多い、敵が多すぎる。おりゃ、おら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 、おりゃ、あー、クマくん捕まっちゃった。ライオン、ずっとね、投げて耐えてたんやけど惜しかった。また来たか、多分もしかしたらあれか。おりゃ、いや早い、いや結構これ多分時間かも。じゃあ、あ、よし、やっぱ時間だ、倒した。時間だった。取れてないのどこ？あれ、もう全部取れてるくない？え、もう赤いマークないよ俺。真ん中の方じゃない？じゃあクマくん、なんだい？
もうない全然やっぱり。僕に関してはもう出れないんだけど。やっぱこれバグなんだ。結構俺たち何回もやってるけど、やっぱりね160ぐらいでなくなるんよね。いやでも十分盗めたんじゃない、クマくん。よし、じゃあクマくん帰ろうか。だいぶ盗んだしね、もうこれ以上ないってことやから俺たちの勝利よ。やった、行こう。じゃあ戻ろう。帰ってきたよ。さあ早くニャシーに会いに行こう。会いに行こう。ニャシー、お邪魔します。でもクマくん見て、揃ってる品物が。おお、やったー。よかった、ニャシー。全部届いた品物。うん、届いたわ。取り返してくれてありがとう。ニャシー全然いいんだよ。ありがとう、こっちも。ありがとうね、こっちも。ニャシーがいてくれるから俺たちここでね、ほらジュースとか買えるから、クマくん。うん、美味しい思いができるんだ。よしよし、よかったよかった。またこれでね、俺たちの家の近くにライオンマートができたし、これでまたね生活がね潤うね、クマくん。うん、みんなも満足してくれるんじゃない。みんなもね、もうこの動画が出てる頃にはこのライオンマート追加されてると思うし、あの公園もね追加されてるんで、ぜひ遊びに来てね、みんな。ということでクマくん、今日はバグもあったみたいけど、またねみんなが楽しんでくれてたり、高評価とかねコメント多かったら、続き取り返しに行きたいもんいっぱいあるからね、まだ俺たち。うん、全部取り返しちゃうんだ。そうだ。ということで、この動画楽しんでくれたり、続きをまた見たいよと思ってくれたら、高評価とチャンネル登録もよろしく。よろしく。ってことで、また明日、バイバーイ。バイバーイ。